こんにちは。今回から始まるメンズカット講習会では主に最近のカタログとかを見たりしながら、こういう感じが今のニーズにあるかなというようにちょっと想定しながら、いろんなスタイルを紹介していこうかなと思います。で、まず初めに、初めて見る方もいると思うので、ちょっと分かりやすいようにまず角度だけちょっと紹介しておきます。角度ですね。まずこれ指だと思ってほしいんですけど、指例えばこの頭の骨格に対してオンベース、頭の形に合わせてパネルをそのまま挟む、これがオンベース。オンベースは90度になります。90度、これですね。90度で、オンベース90度から、いわゆるワンリングスを切る時のボブ0度ですね。で、0度までにまずここの指のここですね、ここからここ0度、ここで考えてほしいんですけど、ここからこの0度までに行くまでにこの指の太さがありますよね。で、ここで指の太さ分を1本分ずらす、この太さの分をずらす、入るようにですね。それが45度の角度になります。わかりやすく言うと90度と0度の間が45度になります。で、この90度と0度の間が45度だとして、わかりやすいようにそれを分割して、90度と45度を 67.5 度で、0度と45度の間を 22.5 度で、これを指1本分が45度で、指半本分というのが指1本分のちょっと真ん中になる部分ですね。ここが 67.5 度で、同じくここも0度から指を半本ずらすと 22.5 度というやり方で、僕の中ではそういうふうに説明した方が分かりやすいので、そういう感じで紹介してます。はい。で、それを踏まえた上で見てもらえたらいいかなと思います。まずメンズカットで、ちょっとウィッグの場合結構浮きやすいので、あんまり短く切るとちょっとスタイルとしておかしくなりやすいので、長さちょっと長めに耳たぶが出るぐらいで、まずラインを設定します。ライン、こうやって顔の輪郭とか見てラインを設定するときに、だいたいちょっと水平、この平行よりも前下がりなラインが多いと思うんですけど、その時のラインをまず顎を見て、そこからラインを自分で、ここの指の線ですね、これでラインを決めます。で、ちょっと前下がりぐらいですね。で、そのままダッカールは使ってもいいし使わなくてもいいんですけど、この顎のラインでちょっと前下がりで、で、コーミングで引くときに、そのまんま、こう真下で切るよりも、斜めに入れた方が切り口が柔らかくなりやすいので、こういう感じで斜めに入れます。で、耳たぶが見えるぐらい。で、チョップカット。こうやって今まっすぐに入れて、まっすぐだと、これ、紙に対して、こう、縦に入れてる感じなんですけど、だいたい前下がりにしたい場合は、このハサミの角度を前下がりにします。縦じゃなくて、こういう感じですね。で、こっち側の方が入れにくいと思うんですけど、反対側は入れやすいですね。右利きの場合だと。で、耳たぶぐらいで、で、指を
しっかりと耳のところにくっつけた状態で、ハサミの角度がこうやってちょっと斜めになってるんですよね。斜めに。で、切り口が斜め、前下がりになります。これはなじませたい場合はこういう切り口で、こうただ縦に切ってるように見えるかもしれないんですけど、その中にはちょっとしたこだわりとして、ハサミをこうやって裏返して、こういう感じで前下がりのラインを切ってます。で、これが通常の普通通りですね。普通通りに前下がりのラインで、このハサミをちょっとひり返して入れる前下がりの切り口で、これをちょっと隙間を空けたい、不揃い感を強く出したい場合はどういう感じでするかというと、後ろにこうやって引いて、で、これを今度は後ろ下がりに切り口を入れます。こういう感じですね。なんでラインは前下がりだけど、切り口を後ろ下がりにすることでここでバッテンができますね。で、このバッテンが切り口の隙間となります。前下がりに、前下がりの切り口だと馴染む、で、馴染むのがシンプルですね。それが普通なんですけど、それをちょっと崩したい場合は、前下がりのラインに後ろ下がりの切り口を入れる。後ろ下がり、前下がりのラインのコーミングに後ろ下がりの切り口を入れるという感じで、ラインを設定します。で、耳たぶが出るぐらいで、ここからちょっと丸みを出す感じですね。だいたい今のカタログとかいうと、もうほぼ90度のレイヤーというよりかは、どちらかというと指半本分下げた状態で 67.5 度になっていることが多いです。これがだいたいメンズって縦四角い感じが多いんですけど、昔はですね、今はだいたいちょっと丸みが残るようにオンベースじゃなくて、ちょっと後ろに指半本分ずれたところ 67.5 度の角度でちょっと丸みを残す感じが多いです。なのでそういう感じで、だいたい点をイメージするといいんですけど、これが一つ一つの点ですね。点で、今のところで言うと、ここで耳たぶが出るぐらいで切ってるので、この耳のすぐ後ろの点、ここから縦に引き出して 67.5 度に切っていきます。で、簡単に考えるために、一つこの色分けられてる、この色ですね、これはオレンジかな、オレンジ、この点から点の間を塗りつぶしていくように切っていく、塗りつぶしていくように切っていくと分かりやすいと思います。このオレンジのゾーンで青のゾーンという感じで、このゾーンごとに分けて考えます。はい、で、この耳の後ろの点からもみあげのところの点の位置までを切っていきます。で、コーミングでここから後ろから前に向かってと、指で前から後ろというのを意識して、ちょうど狙った位置の線、狙った線にピタッと髪の毛をシェイプできるように、後ろから前にと前から後ろに指で、で、この下の耳の後ろの点の位置から、まずこれは頭の形に合わせて
オンベースに引き出して、そこからここの長さで指を半本分ずらして切ります。ちょっと体勢が悪いので。で、そのまま耳の後ろの点からお土産の点までめがけて切っていきます。なので 67.5 度の角度でお土産の点まで切ってる感じですね。で、もみあげの点のところまで切ったら、今切ったところはここですね。このサイドの下段になります。下段とこう上とその間、一応3段階で分けてるんですけど、まあ、もう一つ言うとここもあるんですけど、こう丸く考えるためにはここから 1,2,3,4 という感じでなっていくんですけど、大体は大まかに3段階に分けて切ります。で、この下段をオンベースに引き出して 67.5 度、指半本ずらしたところで今切ったんですけど、ここで次顔周りですね。顔周りを切ります。顔周りはそのまんまこの顎のラインですね、床に対してとかそういうところじゃなくて、だいたい顔を見るんですけど、だいたい目安として顎のラインが考えやすいです。で、ここからこういう感じで0度90度で、ここからそのままこの今切ったもみあげの点の位置から前にこうくっつけた状態で引き出して、で 67.5 度、指半本分ずらした位置、ここから指半本分 67.5 度の位置で切ります。こういう感じで引き出して、ここの引き出すときにこのもみあげの点の位置の髪の毛を見て、そこから 67.5 度の角度を作って切ります。で、ここで切ったら、こことここの間、ここの角の部分を落とします。この下のここからですね、指半本分ずらして角を落とす。はい、で、ここまでで下段が終了して、次上ですね。はい、で、今下段を切ったんですけど、これが頭の形の変わり目ですね。で、ピタッとくっつけた時にこの隙間が空く部分、ここですね。ここからこの頭の形が変わっていくですね。で、ここから頭の形が変わる、こういう感じで変わっていってるんですけど、この下段はここまで。で、重さを残したい、ここにウェイト、重さを残したい場合はそのまま下段の位置、下段の角度で出てくる髪の毛だけ落として、あとトップを少し角を取るぐらいでいいんですけど、まあ、もうちょっとここに丸さが残りすぎるのが嫌な場合は、この骨格の変わり目、この線の位置から上、この中間部分ですね、中間部分をまた耳の後ろの点の位置のところで引き出して、ここから指半本分ずらして、ちょっとここに残りすぎる部分の角を落とす。なんで下段も 67.5 度で、中間も 67.5 度という状態にします。で、また
耳の後ろの点からもみあげの点の位置までを同じようにコーミングと左手でしっかりと狙った線の位置に合わせてもみあげの点で、同じくここももみあげの位置から引いて 67.5 度ですね。で、角を落とす、まあ、角を残す場合もあるんですけど、一応角を落として、まあ、下段と中間で、トップ、次トップですね。で、トップはだいたいこの骨格の変わり目、ここの線をから真上にオンベースに引き出して、この点もまた耳の後ろの点の位置から徐々にもみ上げという感じで映るんですけど、しっかりとコーミングと左手でオンベースに、で、骨格の変わり目からトップで、指半本分 67.5 度なのか、そのままセームレイヤーで落とすのか、それはスタイルによるんですけど、まあ、今回は全部 67.5 度で、でメンズの場合はだいたいトップをボリューム出したいっていう場合があるんですけど、そういう場合はコンケーブ、まあ一回全部下から作って丸さを残してあげて、こういう感じで 67.5 度で、ここに丸さを残して、そこから上を立たせたい長さですね、だいたい指3本分とか4本分ぐらいの長さになるんですけど、で、ここで3本分とか4本分で切るときに、そこからまた骨格の変わり目の線までをコンケーブ、ちょっと後ろからになってるんですけど、玉の形トップですね、で、この中間で、ここの角、骨格の変わり目からトップ、この真ん中のところで、この真ん中のところをちょっと長めに切りますけど、まあ、立たせたい長さにこう設定したら、そこからグイッと上げて、ここの元の下で切った長さにつなげてあげると、こういう感じで切ってあげて、このトップの部分を短くして、徐々に長くして、で、丸みはここに取っておく、ここに取っておくという感じになってきます。はい、で、今この位置なんですけど、ね、ここからまたここの骨格の変わり目というのがここにあるんですけど、この変わり目を意識して、で、一番短くしたいところというのを決めて、そこから丸く放射線状に、で、ここがこの骨格の変わり目ですね。これ指をこうやって決めたら指をこうやって一回自分のクリップじゃないですけど挟んで、そこから切りたいところから挟んで固定して、指でこうスルーッとしてあげると、結構際どい角度でも綺麗に引き出せるので、まあノーテンションでですね、スルーッと引いてこう切り込むことができます。
でも前髪はもう短いのでそのまんまで、はい、で次後ろ、後ろも長さをどれぐらいで切ろうかこう決めたら、そこに自分の指で線をこの挟んだところのここを目安として線をイメージしてあげるといいと思います。まあ普通にまっすぐ、ここもちょっと前下がり気味にハサミの切り口をちょっとずらしてこういう感じで入れてます。でコーミングもちゃんとこうやって頭皮を傷つけないようにというか痛くないようにこういう感じじゃなくてここからですね、ここから始まって指で挟むまでにぐるっと回るような感じで、こうじゃなくてここからこう丸くする感じですね。こう丸く頭の丸みに合わせて丸く、でここはだいたい襟足とかは軽めがいいと思うのでそのままオンベースで、で後ろも下段骨格の変わり目、頭の形があるんですけど下段、中間、上でそこからトップもあるんですけど4つですね。下段をレイヤーオンベースで切るのでここのアウトラインからまず切ってしまいます。ここもオンベース、オンベースというのは生え際の形に合わせて切る、オンベースで切ります。今回の長さだとこの三つ襟のここの点から耳の後ろの点までを生え際の形に合わせて引き出します。でそこからここからこの耳の後ろの点の位置までを点と点をつなぐような感じで切っていきます。はい、でこの下段の部分アウトラインをオンベースで切ったのでここも同じように頭の形に合わせて入れてそのまんま、で厚みを取りたい場合はこの頭の形って今こういう感じなんですけど、さらにここから下の方に行くにつれてこういうふうに丸、頭の丸をイメージしてここの部分をちょっとグイッと、まず通常のオンベースだとこういう感じで切るんですけど、ここからさらに下に落として切ってあげると襟足がシュッとしてきます。で下は90度オンベースで切ったのでここは前と同じこのサイドと同じように67.5度、ここも骨格の切り替わりの目ですね。ここからまた上との骨格の変わりの目、ここをゾーンとして考えてここの四角の中を塗りつぶすような感じでこの下の線からオンベースにまず頭の形に合わせて引き出す、コーミングと左手で狙った線の位置を捉える、でそこから指半本分67.5度でそのままここを塗りつぶす感じで切っていきます。
頭の丸みに合わせて切っていきます。なので下段襟足は90度で、バックの中間部分は 67.5 度で、サイドから上は全部 67.5 度で、トップはコンケーブでちょっと短くなってます。なので今下段から中間で上でトップとあるんですけど、まあ、このぐらいの頭の形だと、まあ、3段階でいいので、この上の短く切ったところから同じようにここをこうくり抜くような感じで合わせて、センターの中心の線に引き出して、ここからこの短いところがあるんですけど、ここからぐるっと短いところから見えますかね、ここの短いのからこうクリープみたいに挟んで、この時の左の指は力が入ってないのでスルスル動く状態で、ここからグイッと狙って落とす。でそれをセンターの後ろのセンターの線、ここから耳の後ろの点の位置で、ここをぐるっと塗りつぶすような感じで、ここのパーツですね、ここを切ります。一応ベースはこんな感じですね、はい、こういう感じで襟足が90度で、他の部分は 67.5 度で、若干丸みがハイグラデーションなんで、あの重めの軽めのグラデーションなので、ちょっと上の方に丸みが残る程度で、上からコンケーブでこの部分を極端に短くして、そこからくり抜いたような感じでつなげてるので、こういう感じ でここもハイグラデーションなので、ここに長さを残している状態、まあ、だいたいここの長さ取っておきたい人が最近は多いので、まあ、こういう感じになってます。はい、ということで、まあ、メンズカット講習会というのは、まあ、こういう感じで、まあ、詳しく一応説明しているつもりなんですけど、まあ、分かりにくいところとかあったら、ぜひどんどんフィードバックしてもらって、まあ、より分かりやすいようなコンテンツというのを作るのが僕自身の目標なので、ぜひ、まあ、SNS いろんなのやってるので、そこからコメントしてもらえるといいと思います。一番は LINE がすぐ確認できるのでいいと思うんですけど、何かあったら教えてください。今回は以上でした。